帰宅部。ザクザクっと。どこに行こうかな。ここくらいなら平気じゃない。よいしょ。扉が開いてる。さっきまであんなしっかり閉じてたのに。これってもしかして本当に鐘を鳴らしたのが鍵になったってこと？ふっふーん。ライザさんじゃなくてフィート羅針盤のおかげじゃないんですか？あ、言われてみれば確かに。まあ、何にしても道が開けたんだ。先に進んでみよう。God, there's like new enemies. これこれ。届いて。強そうだけど大丈夫かな。せーの。そこ。やっ。そこだ。届いて。の。そこだ。よっ。そこ。やっ。せーの。届いて。よろしく。どうも。母さん。動きを止めた。遅い。成果。連続よ。飛んでけ。届いて。特訓の成果だ。パティ、僕に合わせて。連続よ。ライザ、よっと。そこ。やっ。届いて。こ。楽勝楽勝。さ、早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。そうレッ、僕も鍛えたから、それくらいなら行くぞ。ザクザクっと。そうレッ、ザクザクっと。そうレッ、ザクザクっと。そこ。そう敵だ、気をつけて。そこだ、よっと。はあ、せーの。そこ、届いた。はあ、ライザ、任せた。そこだ。よっと。そこ。はあ、や、はあ、届いた。そこだ。よ、ライザさん、お願いします。走れ、炎よ。そこだ。そこ。よっと。や、はあ、届いた。まだまだ。そこだ。よっと。はあ。せーの、やっ、届いて。まだまだ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。
そこ。どうして抽象的な情報ばっかりなのかな。That's crazy。What the hell? That boss? なんなの？この大きな騎士。さっきまでのとは全然違うわ。こいつ、もしかしてさっきの奴らの親玉かも。なんだか知らないけど、こうなっちゃったらやることは一つしかないでしょ。こいつをやっつけるよ。強そうだけど、大丈夫かな。そこ、動いて。そこ、よっと、はぁ。How about that, せーの、そこ、そこだ、よっと、はぁ。動いて。ライザ、任せた。ライザさん、そこ、お願いします。よっと、はぁ。そこ、よっ、はぁ。届いて。そこだ、よっと、はぁ。そこ。私が切ります。走れ炎よ。そこだよっと、はあ、そこやめた、はあ、届いて。そこだよっと、はあ、そこだよっと、はあ、届いて。やべえ。さあ始めるよ。一気に行くよ。届いて。せーの。そこ。やっ。届いて。そこ。そこ。何を使おうか。戦況を変えるよ。そこ。やっ。届いて。お願いします。そこ、やっ、そこ届いて。しまった。That's not good。 何を使おうか。一気に行くよ。そこ、やっ、はっ、届いて。My teammates guard better. What will I use? I'll go in one hand. So, さあ始めるよ。戦況を変えるよ。
わかった？いや、この鎧からは何もわからないよ。中身があるわけでもないし。本当にただの鎧が騎士みたいに私たちに襲いかかってきたってわけね。うん。いや、待てよ。もしかしてここは空剣島の周辺にあった遺跡と違ってまだ生きてるような気がするんだ。遺跡が生きてる？大抵の場合、遺跡っていうのは過去の遺物になり果てているものなんだ。財宝なんかはとっくに盗掘されてなくなってるから当時のものなんか残っているわけがない。そこにこういう場所があったということを示しているだけなんだけど、ここはそんな遺跡と違って当時のものが全部じゃないにしろ残ってる気がするんだ。そうかな。私には普通の遺跡と変わらないように思えるけど。そんなことないよ。例えばこの鎧騎士なんかがまさにそれだし。多分だけどさ、こいつは何かの門番とかそういう役目があったんだと思う。それが残っているということはまだここは遺跡になりきっていない、今も生きている建物ってことなんじゃないかな。なるほどね。私たちより前に誰かが倒してたらもうここには出てこなかったはずだもんね。つまり鎧騎士以外の罠もまだまだたくさん残ってるかもしれないね。あまり人の手が入ってる場所じゃなさそうだし、作動せずに今も獲物を待ち続けてる可能性は。怖いこと言わないでよ。けど慎重に行動した方がいいのは間違いなさそうね。パティ、もう大丈夫なの？はい、ご心配をおかけしました。大丈夫です。先へ進みましょう。オッケー。お、推理をまとめてみよう。推理開始。私が知ってるのは、これはないかな、これはないかな、これの情報は、これの情報は、怖いこと考える人もいたんだな。A bunch here. Maybe the information will help me.
敵だ。気をつけて。I can't win. They're gonna die. Hold on. Run away. Okay. 推理をまとめてみよう。ちょっと考えてみよう。これの情報は。これは何かな。これは、うん、違うかな。これはないかな。これはないかな。これは、うん、違うかな。これはないかな。これはないかな。推理開始。どこに行きますか。Back to the Tillier real quick, heal. Oh, nice. Active.何作っちゃおうかな。ねえ、どこに行くのさ。ここくらいなら平気。どんな相手でも油断は禁物です。
あんなやつ見たことないけど。あの、この遺跡ってずっと閉ざされていたんですよね。なのに、どうして魔物がいるんですか？どこかに入り口があるのかもしれないよ。もしくは、この中でずっと生きてたとか。やめてよ、ライザー。さらっと怖いこと言うのは。そんなことっていやっぱり戦うんですよね。向こうが見逃してくれなそうだし、そうなるだろうね。勝てるんでしょうか？大丈夫、心配いらないよ。私たちならなんとかなる。わからないけど、なんとかしなくちゃね。来るよ、パティ、構えて。Special attack. Some monsters can only exhibit especially powerful abilities that can deal massive damage to your team. Taking these attacks head on will put you in advantage. However, the special attacks also take a long time to prepare. You can't guard against special attacks, so you'll need to find other ways to deal with them. Oh, so basically a stun. Got it. Alright. Keep your hands on the ground. Yo! Ha! Yo! Ha! Come on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 !ライザさん、お願いします。届いて。そこだ、そこ、遅い。そこだ、そこ、連続届いて。始めるよ。一気に行くよ。しまった。そこ、いや、そこ届いて。嘘、こんなせーの。 I really need to level them up or like give them better armor or something. せーの。 Jeez, this guy is fastWhat?
so hard. 何を使おうか。戦況を変えるよ。Special move in it.Kill it before it does it? I can't, yes! Nice. Alright, cool. Atash tachi no kachi da ne! Chotto wa... Just one item, that's it? Oh. Taoseta... no yo ne...もう安心だよ。あれ、あそこにあるのって宝箱かな。罠はなさそうだね。開けてみようよ。笛と紙束？あまり宝物って感じしませんね。そうだね。でもこの笛、音が出せそう。どんな音がするのかな。大丈夫なんですか。また鎧が起き上がったりしてくるんじゃ。宝箱の中にあった笛だから多分大丈夫だと思うけど。
Oh. So, resummoned it. さっきの魔物？もう、だから言ったじゃないですか！あ、あれ？全然襲ってこないね。フィー、危ないよ！本当に襲ってこないみたいですね。この魔物は一体…ライザ、笛と一緒に入ってた紙束には何か書かれてないの？これって文字がほとんどないよ。なんかレシピみたいな感じ。もしかしてこの笛って魔物を呼び寄せる笛なのかも。呼び寄せるっていうか、さっきのを見た感じだと召喚に近いものに見えたけどね。でも魔物なんか呼んでどうするんですか。まさか戦うわけでもないのに。な、何？うわっ！Oh, I can write it? Nice! 私を乗せてくれるの？ That's cute. We can ride monsters now. That's cool. Stuff here that I want. Tora! 加工して宝石に、なんてことないよな。ライザなら機器として素材にしそうだし。Tora! わあ、綺麗な原石。これで何作ろうか。Tora! どうして抽象的な情報ばっかりなのかな。Go inside here. どうやらこの遺跡の最深部みたいだね。一人で動くのは危険よ、フィー。近づいたら危ないよ。どうなってるの？光を吸収してる。でもなんでそんな。になっちゃって。
ねえ、あの水晶の光、もしかしてフィーを元気にするのかな。そうとしか考えられないけど、どういうことだろう。あの水晶って一体。あのライザさん、フィーって一体どんな生き物なんですか。え、少なくともフィーみたいな動物がいるなんて聞いたことないですし。あはは、それ私が今考えてるのと同じ疑問だよ。ここにも壁画があるのか。これ何の絵なんだろう。わからないけど、例えるなら巨大な生物に立ち向かう人間たちって感じかな。この巨大生物と人間たちの間に光る点みたいなの、まさかフィーってこと。それはないよ。だってフィーは生まれたばかりなんだし。これは何かのシーンを描いてるのかな。僕らの知らない神話の一部とか。少なくともポジティブな絵じゃない気がする。見ていていい気持ちになれるようなものじゃないし。もしかしたらこの絵が描かれた当時か、それよりももっと前に何かがあって、そのことを描いた絵かもしれない。まさか人間がこんな化け物と戦ったなんて歴史あるはずないですよ。いや、もし本当にあったとするならば、おそらくこの絵に描かれている化け物っていうのは。その声、まさか。おお。I was not expecting them to see them so soon. 何やってるの、こんなところで。それはこっちのセリフだ。まさかこんな場所で再会することになるとは。本当だよ。だって遠く離れた場所で、しかもこんな遺跡の中で会えるなんて思いもしないよ。けど、冒険の中で再会するなんて。We get to be in the party?なんか私たちらしい感じもするかも。確かにそうかもしれんな。でも、Have their outfits changed? I can't tell. I don't think their outfits changed. ライザも元気そうで何よりだ。一緒にいるのは新しい冒険の仲間か。え、リラさん、僕のこと忘れちゃったの？まさか、タオか？何？お前タオだったのか？ほら、やっぱり3年間で変わりすぎなんだよ。村に帰るのが怖くなってきたな。気づかなくてすまない。見違えるほど立派になっていたのでな。で、新しい冒険の仲間かな。パトリツィア・アーベルハイムです。以後お見知りおきを。私はアンペル・フォルマーだ。アンペルさんは私に錬金術を教えてくれた先生なんだよ。きっかけを与えただけで先生と呼ばれるほどのことはしていないがな。リラ・ディザイアスだ。よろしくな、パトリツィア。それはそうと、なぜお前たちが王都の近くに？どこから話せばいいかな。いや、
今はやめておこう。長話をするような場所でもないしな。私たちもここへ来たのは理由があってな。まあ目当てのものはなかったんだが。そうだったんだ。でもこんな広い遺跡なんだからお宝とかあるかもしれないよ。そういうものには興味はない。探すならお前たちだけでやれ。二人はしばらくオートに？ああそのつもりだ。用があるときはいつでも訪ねてくるといい。少しの間かもしれんがまたよろしくな。うん、またよろしくね。リラ、どうしたんだ？なんでもない。多分、私の気のせいだ。さてと、私たちはどうしよっか。実際問題、これ以上調べても何も出てこないと思うんだよね。さすがに、ちょっと疲れました。だね。じゃあ私たちも帰ろっか。ねえ、どこに行くのさ。よーし。どこに行こうかな。よーし、行くぞ。All right, back at Atelier. それにしても、あの遺跡の奥にあった水晶、何だったんだろう。あの光を受けてから、フィーが元気になったように見えるんだけど。明らかに元気になってますよ。タオさん、あれって何だったんですか？I literally thought she said Tao-san as in dad, not Tao-san. Honto, Fee って何者なんだろう。少なくとも悪い子ではありませんよ。私もそう思う。たとえ何者だとしても。フィーは私たちの大切な友達だよ。こんなのはどうかな。Alright. A whistle. So we can summon the beast like that, huh? Oh.What is that knocking? もう分かったってば。そんなに急がないでよ。Oh, the Puni! どうしてこんなところに。 Is this like that thing that happened in the original game? Why are there a random Puni coming in the city? How do you even get past everyone? あなた、ひょっとして隠れ家にいたあのプニなの？ Oh, it's the same one? やっぱりそうだ。でもどうやってここまで来たんだろう。Did it swim? まあいいか。せっかく来たんだし、また面倒見てあげるよ。フィーも仲良くしてあげてね。フィー。All right.Alright then, I guess we can just continue on with the story.